みんなおめえ巻き込んだら会場が間違あの盛り上がってるけど大間違い。絶対やるなよ。それじゃあみんなで大合唱やるよ。大はい、あれまだ30分なのでちょっと早いんですけど早くやって早く帰ります。では今の流れの曲からいきましょう。Monkey magic.
one this. Okay, the kind of fun you get. I'm thinking what to say by Henry Price. The gentleman to stop when the fun is when everybody up. Monkey magic, m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 onkey magic. With a little mini monkey magic, everything will be alright. Monkey magic, m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 onkey magic. せっかくあそこで携帯で撮ったのに、カズさんがそこ行ってもう携帯がどっかに消えてしまいました。今 N さんが撮ってくれてるんですけど、まあ、あ、嘘、ありがとうございます。じゃあ後で終わったらチューしてあげよう。久々の、ね、そうね、大人でございます。これが毎月ないのでちょっと私も寂しくて、やっぱりここへ来ることが私のステータス。4ヶ月ぶりぐらいですか、ね、ここで歌うために僕はお金できたようなもんでございます。すごいね、壮大だね。ここにちょっと台本にそう書いてあるので一応読んどきましたけど、そんなわけでございます。ただ、昨日上山のラジオやってる時にメッセージをいただきまして、ある僕の知り合いがお風呂場で転んで肋骨を肋骨を折ったという。いや、年取ると大変だなと思って昨日夜寝る前にコンビニ行こうとしましたが、転びまして血だらけになりました。ここも血だらけで、右の親指がまだ骨が折れてるか折れてないかということで、ぜひ、これで骨を折れてたら骨折り損のくたぶり儲けってことになってしまう、うん、ぜひあのおじいちゃんおばあちゃん、まあ、僕はまだ若い方ですけど、おじいちゃんおばあちゃんは歩くときもぜひ気をつけて、気をつけていただきたいですね。だから今日はちょっと動きが鈍いかもしれませんけれども負けず嫌いですね。燃えるタイプですね。ジュリーやります。ああ、ジュリーの激しい曲ですか。いや、今日はバラード系で。あ、じゃあ大丈夫です。タイトルはね、今日って暑い寒いって言うと寒ないって言うまあこれ受けた寒ないね、案の定受けませんでしたけど頑張ります。心にあなたは唇に火の酒、背中に人生を、あら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 、ありがとうね。ありがとうパンダ、お前はいい男だった。あんたがワインより酔わせてくれたね、あんただけだけど、パンダ甘いよパンダ、俺は行かなくちゃいけないんだよ。笑顔にキスでもしてあげたいけど、そしたら一日旅立ちが延びるだろう。男は誰でも不幸な侍、
半年そこで眠れることもあるんだよ。片手にピストル、心に花束、唇に火の酒、その後忘れた。あら、ありがとう、ジェニー。お前はいい女だった。お前と暮らすのが幸せだろうな。それが男にはできないんだよ。冷たい焦がらしい、お前の体のぬくもりが消えてゆく。男はいつも悲しい侍、幸せに照れてることもあるんだよ。かまぼこ、心に札束、唇に身の丈、背中に銀線を。あら、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 ご一緒に。知らないでしょ。知らないです。キリンがやったのは。はい。テラブチカ。なんか背中をこうして。テラブチカの高いからね。歩いてくるんですよね。おばあちゃんだから。はい。ポスターを見て、ジェニー。そういうことだから。語るっていうのは人づてに聞いてるから本物がわかんないんですよね。まあ自分が単に若いというか。ほぼ同じぐらいだ。そういうこと。ほぼ同じですかね。そうですね。今日もそうなんですけど、明日は、安城のお寺で命のコンサートということでね、ふぐちゃんも見えるんですけど、そこに出るんですけど、ですから選曲を普段の社内曲ではなくて、命に関わるような曲をいっぱいね、こだわらないように気をつけよう、そういうことじゃなくて、一曲、ふるさとアジアで、これ柴田陽子、柴陽子が作った曲、一応 CD にもご存知ですか。いろんなね、あの方が、外国人の方も、それから日本人も中国人の方も、皆さんがこれをカバーして一緒に、芝居をと歌ってたり、山田俊彦さんとかもね、まあ、江口君だけは断ったみたいですけど江口君だったらいいもん。江口君はこういうみんなでどうこうって嫌いな方ですから。今日は鳥ですからね。いつも鳥です。すごいじゃん。夜なんか目あんまり見やすいですね。鳥目だから。鳥目放送禁止用ですから。じゃあ、かっけとかそういうの。鳥目放送禁止用。ぜひ。
で、このふるさとアジアがやって、終わったらアンコールがあって50分にちょうど終わるという、どうですか？わかりました、これはどういう曲かというとですね、まあ、もともとこれ、この飢餓で苦しんでる子どもさんたちね、海外の子どもさんたちに、まあ、チャリティーで募金を送ろうということで、売り上げとかも全部向こうにということで。アフガン井戸を起こるとかそういうのそれはまた違う、井戸を起こるとかそういうのですか？井戸も、あ、そうですかね。コロンビアもそうですけどね。そんな曲を、私が歌うのは、ザンビアの意味もあって、今までやってきた悪いことを悔い改めようということで、心を鬼にして、鬼にしたか、心をきれいにして、正常にして、ごめん、ちょっと呼んだれてた、そんな無理はしないでいいです。あ、無理はしないで、歌詞が非常に僕はこれ、芝居の歌詞が好きで、ずっと歌い続けております。それを僕とアミちゃんとデュエットバージョンにしたやつを、今日はお届けしたいと思いますね。はい、これは一緒に歌ってって言っても歌えないと思いますので、歌わなくて大丈夫ね。あ、じゃあ歌って。あ、好き、あのとこは歌えるかもしれない。可愛いってはしゃぐ瞳が微笑みかける、愛したい全ての命、この場所から祈りを込めて、ねえ誰かお話ししませんか、みんな海から生まれた仲間の私のふるさとはアジア、私のふるさとはアジア、私のふるさとはアジア。
そうですね、はい、今日は本当にあの久しぶりでもありながら家庭品のね、祭りでもあったりとかネパール祭りもいろんなのが、うん、カレーがエルちゃん美味しいんだよね、ネパールのカレーがね、今日の限定メニューがあるとか、限定メニューでもあるんですけど、ぜひ、これを見るのはただですが、他では金を使ってね一日全部お金使わずに過ごしてやったらダメよ、はい、いろんなことあとであっちのねネパール紹介もいっぱいなんか、そうですね、ね、興味のある写真があるので見に行きたいなと思います。いつも言うんですけど、これなぜ来るかというと、まあ、歌もあの確かに嬉しいんですが、リサイクルで段ボールとか全部持ってきて、今あのポイントが2300いくつになってる、だいぶ溜まったんですね、一番最初なんか持った、もうしょっちゅう来るたんびに段ボール持ってるんで使わないかね、サラサラね、持ってくとダンボールな人だなって言われるんですよね。ギャグを言うときにさ、なんでパンダさんのお伺いを立てなきゃいけないの、多分ね、安心するんだと思う。そうだね、僕よりアホな人が多いから、どうだよって優しく笑ってくれるから、アホにからこうやって喋る感じから、そうだよ、どうすんの。さあ、これも最後、これアンコールね、夏、あ、もうアルコールしました。いや、もういいですから、時間なくなる、はい、この時期になってきますと終戦記念日とかっていうのがございまして、永遠のゼロという映画があります。桑田君がホタルという歌で、ものすごいこれから特攻隊に出て、お母さんありがとうございました、僕は幸せなに死んでいきますみんなのためにっていう、そういうやつなんですけど、非常にあの、二度とあってはいけないことだけどね、映画としてね、これはもういつもパンダさんにも言ってるんですけど、僕がもう50年前、もっと言うと55年ぐらい前に、もうフォークソングで戦争を知らないとかいろんな反戦歌をいっぱい歌ってきたんです、うん、歌ってきて、あの頃からずっと50年以上誰もが戦争は反対だと言っときながら、いまだに戦争してるとかあるという、不思議でしょうがございませんね、うん、やっぱりここで叫んでてもとど届かないとか受け取ってもらえないという意見もあるかもしれないですけど、いつか届いたらいいなと思って歌いましょう。そんな皆さんの大切さを歌う歌を最後にお届けして、皆さんとは二度とお会いすることはないと思いますが来るたび、あの日と同じ風が通り過ぎてゆくよ。涙見せぬように笑顔でさよならを、また会うと約束を何のために己を立って、楽しいだけが帰りに来るの、闇に飛び交う蛍に包まれ、君がいた君がする夢。
原さんでした。ありがとうございました。記念撮影ですか。今日もあります。記念撮影。